はい、よろしいですか、実況担当の子がね、みんなどっか行っちゃったんで、はい、いつも通りのね、私が、実況というかただ合いの手入れるだけなんですけどね、こちらの方でマイクを握らせていただいております。さあ、2回戦の2試合目ですね、高槻ブロッキー対、エロゲイト。さあ、まず先方で出てきたのはさあ、エノゲルビアとさあ、高槻なんだこれ、高槻凛。さあ、フェイトを10回ぐらいしかやったことない人間がね、実況するっていうのもなんか変なんですけども、さあ、まずは高槻凛。さあ、ルビアにさあ、まずコンボ入れて、さあ、このまま画面端まで来た。とりあえず一通りのコンボ、はい。さあ、超陽、なんと2連発ぶっ放す。さあ、ここはちょっとゲージの安売りをしすぎなんじゃないのか。さあ、でもしかし、さあ、ルビア側の方はさあ、手も足も出ず、まず1ラウンド目取ったのはさあ、ねえ、高槻凛。さあ、エロゲルビアはなんとかこのラウンドさあ、取り戻しておきたいところ。さあ、ガンと中心に攻めて、さあ、コンボに入った。さあ、また失敗。さあ、ここはちょっと超ひれこまかした。さあ、ルビア、なんとかお互い1対1のファイナルラウンド。さあ、お互い、さあ、牽制から持っていったのは高槻に。さあ、このまま一気にさあ、半分持っていきたいところ、おっと、落っこした。さあ、ワンピーカーの方からさあ、アートしか言う声しか聞こえません。さあ、ルビア、おっと、ここで高槻にも失敗。さあ、距離を離した。さあ、エロゲルビア、さあ、お互い飛び道具をぶっ放す。さあ、また中途半端な、またそのコンボからさあ、これは多分見る人が見たらダメなの多いっていうさ、反応が来そうですけども。さあ、高槻凛がリーチをかけて、おっと、あ、これはなんと怪しいフィニッシュ。さあ、まずかったのは先方戦、エロゲルビアの勝利です。ちょっと素人目から見てもさっきの一番最後は怪しかった。さあ、なんか強引に週末を迎えたような気がしますけども。さあ、まず先方戦勝って、さあ、勢いついてのエロゲルビア。さあ、大将で出てきたのはさあ、ブラッキーランサー。さあ、先ほどのラッキーと同じような形でさあ、うまいことことを運ぶことができるんでしょうか。さあ、序盤は随分おとなしい立ち上がり。さあ、ガンド中心に攻めるルビア。さあ、そして相変わらずコンボ精度が悪い。さあ、下段から、さあ、ランサーの、さあ、なんでコンボか知りませんけども、さあ、よく見るコンボ。あっという間に画面端で、さあ、お互い半分ずつ削ったところで、さあ、また先手を取ったのはブラッキーナンサー。さあ、ここはたまらず解放。さあ、また微妙な距離で、さあ、不用意に飛び道具を出すのはちょっとどうかと。さあ、1ラウンド目取ったのはブラッキーナンサー。さあ、開幕から
さあ先ほどと打って変わった展開。さあゴリ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 、さあ昇竜拳で削っていくぞ。さあまたコンボが、さあおっとルビアちょっとコンボ精度悪いですよ。さあここは見せ場をちょっと作りたいところ。さあこのまま見せ場がないまま終わってしまうのか。さあ緊急ですね。さあランサーの下段が刺さって、さあ壁際のコンボ。さあこちらはさすが失敗しない。最後まできっちりと、さあこれは決まった。さあ2試合目勝ったのはブラッキーランサー。さあ反対側ワンピン側大将で出てくるのはさあエイト選手、前も来ていただきましたけどね、エイト選手は今回ギルでの参戦。さあステージはアイツベルク城、あんまよく見てないのでよく分からなかったですけど、さあお城のステージ。さあ狭いステージに味方をしてくれるのは、さあどちらのプレイヤーの方に、さあこの狭いステージ、さあ味方をしてくれるでしょうか。さあまず先手取ったのはさあ2B 側ブラッキーランサー。さあギル側の方はなんとか懐に飛び込みたいといったところでしょうか。さあただリーチの差で、さあまず先に1本取ったのは、ブラッキーランサー。さあ2ラウンド目のしょっぱな、さあここは逆に先手を取ったのはエイトギル。さあ半分近く持っていったところでさすがにこれはたまらず解放。さあテイク中段から、さあきっちりコンボを入れていく。さあ低空中段ガードされてから超飛をガードしたところまで良かったんですが、さあ逆に今度はギルのターンとばかりに、さあ壁際できっちりコンボを入れて、さあお互い1対1。さあこのラウンドを制したさあ選手が決勝戦に駒を進めます。さあ展開が早くて全然追いつかないんですけども、さあ途中でコンボ失敗したランサー、さあギルに持っていかれて、さあこのまま壁際まで押し込まれるのか。おっと、さあ落として仕切り直し、さあ画面中央きっちりコンボを入れたのはブラッキーランサー。さあただしゲージがちょっと少ない。さあお互い遠距離でさあ牽制しておりますが、さあここはちょっと空振ってしまったギルガメッシュ。さあきっちりそれを見逃さなかったブラッキーランサー。さあここで勝負を決めたのはブラッキーランサーでしたね。
2回戦2試合目、高槻、ブラッキー対、エロゲイト、関東の高槻ブラッキーです。おめでとうございます。